皆さんこんにちは、高校野球 .com の田中です。今回は2021年世代を代表するスラッガーの一人、翔平吉野創志選手を紹介していきたいと思います。吉野選手は1年生の春からレギュラーに抜擢、あふれるポテンシャルを存分に発揮し、1年生の秋の県大会を迎える時点で21本塁打を放つ活躍ぶりを見せます。そして今年の夏の埼玉大会では準優勝に貢献すると、秋の大会では打率5割9分1厘、本塁打3本とチームの柱ともいえる活躍ぶりを見せ、優勝に大きく貢献しました。大会では、前半部分は自分のバッティングができて打率も残したんですが、後半からいいピッチャーがどんどん出てきて、自分のタイミングとかがちょっと狂い始めた感じが出たんで、そこを修正しながら関東に乗り込もうと思ったんですけど、関東大会でもその遥か上の投手が出てきたんで、そこに手こずったっていう感じなんで、関東大会ではちょっと結果残さなかったんで、そこは悔いが残ります。それでも決勝戦ではホームランを放つなど優勝に貢献している吉野選手、この結果を残せた要因とは何でしょうか。県大会前の練習とかで、ちょっとタイミングをもう振り遅れる感じで、それを練習したらそこがハマって、県大会ではもうライト方向にもホームランとか確実に打てるようになったんで、それも良かったと思います。県大会前までは左膝の前で打ったんですけど、ちょっとベルトの中心、お腹のへそのところで待ってボールを、そこでバットを振るみたいな感じで、感覚をイメージ持って打席入ってればもう右方向をとかセンター方向にも確実に行くんで、そういうところを練習しました。1日には成立学園と練習試合をしましたが、この試合でも見事ホームランを放ち、ついに高校通算40本まで到達しました。選抜出場にかかる関東大会に乗り込みましたが、関東の壁は厚かったようです。関東のレベルはもう埼玉のレベルと違って、結構終盤でも緊迫した場面が続いたりとかして、結構ドキドキな感じだったんですけど、後半から相手の勢いに押されて、そこで、自分たちの力を最後まで発揮できなかったっていうのがあるでしょう。吉野選手も厳しいマークに遭い、ヒットが1本も出せませんでした。はるか上の投手が出てきたんで、そこに手こずったっていう感じなんで、さらなる高みへ吉野選手は新たな課題に向き合い始めました。関東大会では変化球中心だったんで、自分はで真っ直ぐは来ないんで、変化球をどれだけ打ち損じをしないかっていうので、マシンとかで変化球ばっかり練習して、でも打ち損じをなくすような練習を今はしてます。自分のその心まで待つっていうことを習得しながら、これからも練習しちゃっていきます。指揮官の黒坂監督も吉野選手への期待は大きいようです。ちょっとしたズレというか、当然そのマークされながらも、結果を出さなくちゃいけないんだけども、この関東大会も一個ね、大きなチャンス8対7で負けてて、ワンアウト3塁という場面で凡打しちゃったんですよね。そういうところでやっぱりこうしっかり結果を残せるバッターになるんでしょうね。それは本人も相当悔しがってました。そういった意味では間違いなくチームの柱というか、いい絵はありますけどね。最後に冬への意気込みを伺いました。大会とかを通じて、自分の弱点とかをたくさん見つけ出すことができたんで、そういうところを課題にやっていきたいと思います。吉野選手、今回はありがとうございました。春以降、さらに成長した姿を見させてください。高校野球 .com では、注目選手のインタビュー記事を随時配信しております。概要欄に URL を記載しているので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。